パリにて、日本の幸福を祝うアメリカ兵ら GI は、アメリカ兵を意味する俗語である。GI 上で男性の可視官兵を指し、女性兵士の場合は、GIJN という表現が使われる。その他、戦争花嫁を指す GI ブライド、従軍牧師を指す GI ジーザスなどの用例も見られる。GI は、しばしばギャリソン一周、ガバメント一周、ゼネラルインファントリー、 NB1 などの略語と解釈される。しかし、アメリカ軍における用語としては、ガルバナイズドアイアンを意味する略語として20世紀、初頭に導入されたのが始まりで、当時はゴミ箱やバケツへのスタンプとして使用されていた。第一次世界大戦中、アメリカ兵らは砲爆弾をバケツに例え、ドイツ軍による激しい砲爆撃を GI 間、あるいは単に GI と称した。 その後、GI にゼネラルイシューという解釈が加わり、兵士らは事情を込めて、例えば GI シューズ、GI ソープ、GI ブラシといったように、身の回りのあらゆる品を GI と称するようになった。ガバメントイシューという解釈も、この時期から語られ始め、陸軍に関連するあらゆるものが GI と称されるようになった。アメリカ兵自体を指して、 G.I. という略語が使われるようになったのは第一次世界大戦中から戦艦期にかけてのことと言われているが1935年に可視官兵を意味する略語として使用されたのが記録にあるうちでは最も古い例である。また使われ始めた頃には部別的な意味合いも強かったとされダグラス・マッカーサー将軍は主治医だったロジャー・オー・エグバーグ大佐が何気なく部下を G.I. と称したことに激怒し、二度と私の前で、その言葉を使うな。G.I. とは、ゼネラルイシューという意味だろう。彼らを兵士と呼びたまえと述べたと伝えられている。G.I. 上という表現は、ありふれた男性名であるジョー、上、N.B.2 と G.I. を組み合わせることで、ごく普通のアメリカ兵を意味している。雑誌、Our Army の1935年10月号にて、初めて使用され、 雑誌、ヤンク、ザ・アーミー・ウィークリーで、デイブ・ブレガーの漫画、GI 上の連載が始まった1942年頃から広く使われるようになった。いずれにせよ、第二次世界大戦中には、多くの兵士が GI を自称し、アメリカ兵という意味で広く普及した。この言葉に、自らも大量調達された、環球品の一つであるという自重を込めるものもあった。 ありがとうございます。